皆さんこんにちは。1月の図書館情報です。今年も図書館でたくさんの本と出会ってくださいね。それでは今月も嬉野図書館の情報をお届けします。まずは特集コーナーです。一つ目の特集はこちら、松浦武四郎生誕200周年です。北海道の名付け親として知られる松阪市出身の冒険家松浦武四郎、彼はどのように江戸地を開拓しアイヌの文化を伝えたのでしょうか。生誕200年を迎える今年、武四郎の世界に足を踏み入れてみませんか。児童コーナーの特集は、とっても寒い日、冷たい風、一面の雪、一年の中で一番寒い時期です。でも手袋にマフラー、雪遊び、暖かい部屋など、冬だからこそ味わえる楽しいこともたくさん、そんな冬にまつわるお話を集めました。その他の特集はご覧の通りです。特集コーナーのご案内でした。ここからは今月のピックアップです。さて、リニューアルのため昨年4月から長期休館している松阪図書館、7月に本格的な改修工事が始まり、今も工事が進められています。今回は松阪図書館の現在の様子を少しご紹介します。防護シートにすっぽりと覆われた松阪図書館、現在外壁の塗装が行われています。今月下旬には塗装が終わり、シートや足場が撤去されて外観がお目見えする予定です。建物内部では天井や壁の張り替え作業中です。松阪さんの杉も使われています。完成したらおしゃれで暖かい空間になりそうですね。楽しみです。改修工事は来月15日に完了する予定です。一方、工事のために運び出された本や資料は松阪公民館で保管されています。リニューアル後の図書館では、利用者の皆さんがご自分で貸し出しや予約本の受け取り手続きができるよう、自動貸し出し機や予約室が設置されます。それに向け IC タグが取り付けられました。建物の工事が終わって図書館に搬入されるのを今か今かと待っています。松阪図書館は4月中にリニューアルオープンする予定です。皆さんにはもうしばらくご不便をおかけしますが、どうぞご了承ください。新しく生まれ変わる松阪図書館を楽しみにしてお待ちくださいね。以上、今月のピックアップでした。図書館情報、最後は1月のお話し会の予定をご案内しながらお別れです。嬉野図書館へのご来館お待ちしています。